こんにちは。今日もね、動画セミナーやっていこうと思うんですけども、ちょっとね、鼻声っていうか、風邪気味で最近調子がいいんですけど、それ調子が悪いって言うんですけど、そう。まあ、今日ね、かなり興味深い内容っていうか、コンテンツ話しようと思います。で、ね、まあ、今日の内容っていうのは、エクササイズフックについて話そうと思います。エクササイズフック。で、エクササイズフックって聞くとね、なんか、ちょっと怪しい名前だったりとかね。まあ聞いたことない名前だと思うんですけど、まあこのエクササイズフックっていうのは、いろんなところでね、こう使えるし、ずっとね、今後一生かけて、あなた自身が活用できるね、かなり大きな武器になると思うんで、まあぜひ聞いててください。で、これは僕自身が、まあ正直ね、セミナーとか、まあ実際営業とかね、まあ人に会ってる時とかもいろんな時に使ってるんですけども、正直これが僕の必殺であり、最高の武器だと思うぐらい、かなりね、重要な内容です。まあ多分ちょっと一回聞くだけじゃ多分ね、正直理解できないと思うし、まああなたのね、武器にできるかどうかわからないんですけども、まあ一応ね、こういうテクニックもあるんだってことで、聞いておいてもらえればと思います。でね、エクササイズフックって何なのかというと、エクササイズとフックです。そう。まあそのままなんですけども、要はね、エクササイズ、実践する。エクササイズってありますよね。実際にやってみるってことですね。エクササイズをフックにするってことです。そう。でね、例えば、わかりやすい例で言うと、人っていうのがね、一番、こうね、体感するときっていうのは、何かをね、こう、すごい、ああ、この人の話わかりやすいとか、あ、そういうことなんだっていうふうに、心底を理解するときっていうのは、どういうときか。またね、その話によって引きつけられたりとか、なんていうんだろうな、この人の話面白いからもっと聞いてみたいって思ったりとか、なんか逆にね、すごく腑に落ちる瞬間っていうのがあるんですけども、その時っていうのはこのエクササイズフックを使ってる人が非常に多いです。で、人っていうのはね、逆にこう学校の授業だったりとか、たまにセミナーでもね、全然面白くない人もいると思うんですけども、その人っていうのはこのエクササイズフックっていうのはできていないです。で、今聞いてね、エクササイズフックっていうのは何なのかっていうと、いいです、こうすごく大事なんですけど、相手に会話の中で体験させることです。相手に会話の中で体験させること。まあこうやって聞くとね、ちょっと何のことだかまだわからない方も多いと思うんですけども、人ってね、例えば、過去の思い出ってありますよね。あなた自身の過去の思い出。とね、こう紐を付けられた瞬間に、一番ね、こうその言葉の意味っていうか、それがね、自分の体感覚でね、学習することができるっていうのがもうデータ的に出てるんですよ。例えばどういうことかっていうと、あなたがね、過去、経験してきたことたくさんあると思うんですよ。その経験と今僕が話す内容っていうのを結びつけた瞬間に、そのストーリーっていうのを過去のね、そのあなた自身の記憶とね、一緒にこう整理して記憶するから、だからあなた自身学習することができるんですよ。そう、まあ、ちょっと今日声がね、若干変な風になってるんで、聞きづらい方は申し訳ないんで、ちょっとね、後でなんとかしてもらいたいんですけども、で俺の話なんですけど、そう、そういうことです。つまり、どういうしなきゃいけないかっていうと、例えばっていう例を使うことです。そう。例えばね、今もう一回僕が例えばっていう例を使って話すと、例えばインフレってありますね、インフレ。インフレって、その、まあなんか物のね、物価の価値がね、まあ下がってね、っていう感じでこう話していくと、なんかわかりづらいと思うんですよ。でもね、こう、例えばインフレっていうのを、すごくね、こうエクササイズフックっていうのを使って話すと、インフレっていうのは例えばね、あなたのクラスに、元のね、クラスの可愛いマドンナみたいな女の子がいて、まあ、その子はアイドル的な存在だったと。でもね、ある日ね、こう、もう一人のね、すごく可愛い子が転校してきたから、その元々いた子の女の子の価値が下がる。それをインフレって言うんだよっていうふうに説明すると、なんとなくわかりますよね。あなたの過去の成功体験にこう紐付けられてるから。そう。そういうことなんですよ。つまり、すべてのね、こう、会話とか、何かあなたがこう人に話すときっていうのは、相手のね、過去の成功体験と紐をつけてあげないと理解できないってことなんですよ。そう。で、ほとんどのセミナー、ビジネスやってる人だったりとか、なんかね、こう、人に何か教えてる人っていうのは、これができていないです、正直。で、できているセミナーとかは成功します。そう。で、僕もね、セミナーを、まあ、ずっとやってるんですけども、その中でね、僕のアップセルっていうのはかなり成約率が高いんですよ。アップセルっていうのは何かっていうと、セミナーがね、こう終わった後に、もう一個、次のセミナーを紹介するんですけども、そのセミナーの紹介率っていうか、その、
制約率っていうのが非常に高いです。そうで、それは何かっていうと、セミナー自体にこのエクササイズフックっていうのを使ってね、お客さんに体感してもらってるからです。かなり。そうだから非常にね、難しい内容なんだけども、分かりやすいっていうことを毎回やるんですよね。それなぜかっていうと、このエクササイズフックっていうのを使ってるからです。そうだからね、このエクササイズフックっていうのはかなりね、あなた自身の今後ね、使えるか使えないか、この武器、言葉のね、魔術っていう意味で、武器がね、かなり変わると思うんで、まあ今日はね、あと具体的にまあいくつかそのエクササイズフックの練習の仕方だったりとか、まあ、どういうふうに使うのが一撃でね、こう相手をね、こう動かすことができるのかっていうテクニックがあるんですけれども、ちょっとね、そこまで公開してしまうと、僕自身のこう、まあなんていうのかな、セミナーでね、できないんで、ちょっとね、また、これは次回、ゆっくりお話しようと思います。そう、結局ね、そんな感じかよって感じなんですけども、そう、まあだからね、そんな感じで楽しみにしててください。じゃあね、今日はこれで終わると思います。ありがとうございました。